はい、皆さんこんにちは。コスモム代表の鈴木です。今日はですね、ルームツアーを、としてですね、物件を案内させていただきますけども、まず敷地がですね68坪で、見ての通りですね、ここが道路からずっと旗竿と言いまして、縁式って言いましてね、ここが車今止まってますけど、車1台2台、3台ぐらい止まりますね。で奥に、旗のように広がっている土地の68坪です。そこに1階が18坪、2階が14坪、トータル32坪の、建物になります。こういう敷地っていうのはよくありがちなんですけども、この先にどういうものが見えてどんな風景があるかって結構大事になってきます。あとはですね、両サイド家が建って奥にも家が建っているので、住宅に囲まれる前提でどうやって設計したのか、建物工夫も踏まえてですね、ちょっと説明させていただきます。で、ここはですね、今砂利敷きになってますね。コンクリート打つ場合もありますけど、今回は砂利敷きっていうふうになってます。ただしここにメーターがありますので、メーター周りだけはコンクリート打ってる状態になりますね。じゃあちょっと奥入っていきます。はい、こちらの方から、玄関に入っていきますけど、玄関前にちょっとした、インターホンとか表札とかです、街灯とかちょっと植栽踏まえて、ちょっと入り口前にそのいきなり玄関に入るんじゃなくて、この少しですね、目線をこちらにずらしたりとか、ここで、奥まで入らなくてもピンポン鳴らしたりするような門柱というかですね、ちょっとした、壁を作ってます。こういうのもちょっとですね、木を張ったりすると雰囲気出るんじゃないかなと思いますね。で、緑がある中をこう入っていくっていう感じになりますね。はい。で、ちょっとまだ工事がですね、途中状態まで、ここにポストがつくような感じになってまして、そのまっすぐ来てですね、玄関ドアがこうあります。はい、はい、これは木製の玄関ドアになってですね、とても気密性の断熱性の高いものになりますね。はい、こう L 型に袖を作ることによって、なんかこう落ち着き感であったりとか囲まれた感っていうのもあって、いつものように船舶照明がついているような形になります。じゃあ中入っていきます。はい、中に入っていきます。中に入るとですね、いつものようにちょっと土間を、玄関のホールの土間をですね、ちょっとこう広く取ってですね、こちらにこう、靴を入れるような収納が、しっかりと収納できるようになってますね。はい、あとはもう上下にしっかり貼るようになります。そしてちょっとした正面に、棚、ちょっと飾り物ができるようになってます。なんか鍵を置いたりとかですね、なんかちょっと小物関係置くのもいいのかなと思いますね。じゃあ中入っていきましょう。で、いつものようにですね、壁はモイスという、標準で使っているものになりますね。で、こちら入っていくと、はい、大きくバーンと抜ける。 LDK っていうのは基本的にはこちら南面に大きなガラスがあってですね、このサッシも引き込みサッシで開口を開けるとですね、ボーンと外にこう出れるぐらい大きな開口になってますね。こういうものを設置することによって開放的にもなりますし、光や風がしっかり入るとなります。で、しっかり閉じてしっかりロックをかければですね、気密性も保たれます。そしてこちらに、1.5、約3メーターぐらいの、開口があってですね、それが北側へバーンとこちら抜けていきますよね。先ほどは、延長敷地、要は旗竿の敷地なので、奥まった敷地の先にですね、景色がこう見えたりとか、そういうことってすごく大事になってきます。はい、なので南から北へ風がバッと抜けたり、光がこうワッとつながったりするのはとてもいいのかなと思います。で、こちらが、北側なんですけど、北に抜ける景色と、こちらがリビング、そしてこちらが、アイランドキッチンですね。そしてこちらの方に食卓テーブルを置くので、こちらがダイニングのテーブルが来ると思います。なので、この LDK のつながりの中でやっぱり光がすごくこう入ってきたりするといいと思います。一部こちらの方にこう行くとですね、パントリーって言いますか、
食品庫とかいろんなものを収納できる場所が両サイドにしっかりと確保してありますので、細かなもの、見せたくないものなんかはここに収納することができます。特にカウンターがあったりコンセントがあると、まあ、ここにですねレンジを置いたりとかですね、まあパン焼き器を置いたりとかトースターを置いたりとか、いろんなことができる。まあ、場合によってはパソコンを置いてここで調べたりすることもできますし、こうツイート棚もしっかりと、まあ、棚関係もありますので、すごく使いやすく便利かなと思います。キッチンはですね A 台っていうところのメーカーのものを使っております。見ての通りですね、ものすごくこの、まあ、引き出しもですねしっかり収納できるように、もう重さもしっかり耐えられるようになってますしね。もうこんだけ引き出しあるとですね、もう鍋とかフライパンとかも入れられますしね、本当に下の下まで全部収納として使えます。でこっちのアイランドの方もそうなんですけど、もうこうちょっとまあいろいろ入ってますけど、ここにいろんな包丁とか入ったりとか、下の方もしっかりこっちに細かなものが入ってますね。はい、もうたくさん入る。でここにあのボッシュのですね食洗機が入ってますね。こんな感じで大きいですね、ドーンとあって、こう引き出してですねこう収納しっかりできるようになってますね。はい、でこちらの方にアイランドになりますので、シンクがあってステンレスのトップになってます。本当に、使い勝手のいい形になりますね。はい、で反対側の方は、はい、見てください。反対側の方も一応こう、収納になってますね。特にこっちがダイニングなので、幅のあんまり奥行きがないものですから、まあ、コーヒー の, あのカッパのソーサーとかですね、そういうものを入れるのにすごく適しているんじゃないかなと思います。はい、こちらもですね、はい、同じような形で収納できます。はい、であとは、こちらの方を見ていただくと分かるんですけど、こちらにダイニングテーブルが来るんですけど、ちょっとしたここに、窓側に台があって穴が開いているので、まあ、パソコンやったりとか下にですね、パソコンのその本体を置いたりとか電源を下から取ったりというふうにこうなってますね。でこのこういう形での LDK で、床は、杉の無垢材を使っててですね、壁はいつものようにモイスの壁を使ってます。本当にこれ3メーターの引き違いなんです。ものすごく大きく外にこう抜けるって感じがしますね。そしてこちらからこうつながっていくと、ここから2階に上がる階段があるんですけども、その奥に洗面トイレってなりますけど、ちょっとこうトイレ見ていただくと分かるんですけども、最近ではですねトイレに窓を設けないパターンもよくありますね。まあ電気つけてトイレ入って電気を消すっていうやり方ですね。であとはこちら洗面の方も上の方にこう窓があったりするんですけど、まあ、窓があれば明るいんですね。自然光の中で明るい。あとこの洗面の方も一応この鏡の後ろに収納がしっかりと設けられるようにこうなってまして、ちょっとまあ電気まだ終わってませんけどね、はい、中にあのひげ剃りとか、電動歯ブラシなんか置けるようになってますねっていうものをこう設置したりとかしてますね。あとこの洗面の方も深型になってますので、朝さんしたりとか、まあこういうホースもですね伸びるようになってますので、非常に使いやすいんではないかなと思います。あと下の方にまあいろんなものを置いたりする収納も兼ねますので、こういう扉付きのものもあるんですけど、こういうカウンターに載せれるタイプっていうのも最近好まれる方が多くなってきてます。でこちらの方にこうつながるというふうになってますね。家族専用のクロークですね。帰ってきたらここに入って自分の服をかけたりしながら、収納して、服とかを整えてこちらの方に、来ていただくと、こちらの方が、洗濯、そしてここが多分いろんな、収納家具とか置くと思うんですね、タオルとか下着とか中に着るもの、そして洗剤と置くものがしっかりあって、こちらにユニットバスがこうつながるという流れに、こう動線もすごくシンプルになってますね。そしてこちらの方に来るとリビングにつながってくるというふうになります。あとちょっとこう見ていただくと分かるんですけど、ちょうどこう天井がですね合板を張ってあったり、まあ、壁もモイスだっていうこともあるので、ここは洗濯したものをこの干す物干しのパイプが2つもうしっかりステンレスのもので固定してありますので、相当のものをかけてもですね
乾くというふうになります、はい、このような形で、この動線スペースも取ってありますし、この窓もですね開閉できますので、風がスーッと抜けたりすることもできますから、すごく重宝できるんじゃないかなと思います、まあ、乾きやすいということもあります、はい、でこちらの方に来るとリビングの方にこうつながるんですけど、ちょうどこの階段の下の部分を使ったこう収納っていうのもちょっと設けてありますので、こういうところでしっかりと掃除機とかですね、そういうのも置く場所になってます。ちょっとまあ、お風呂も、シンプルな、お風呂になってますね、はい、でこちらの方来ると先ほどのリビングの方につながっています。まあ回遊動線といいまして、くるくる回れるような形になってます。車2台あってですね、で向こうに水平ラインのこうひさしがずっと出るので、道路から少しこうグッとこうすぐ構えた感じになって、まあちょうど土地がですね道路から1メートル上がってるのもあるものですから、まああまり圧迫がないようにっていうのもあるんですけども、あとはまあ植栽があってですね、なんとなくここにこうまあ薪ストーブですね、カヌーもですね、はい、ここなんかスロープは何か意味があったんでしょうか。あ、そうですね、僕自転車が、まあ、趣味ですし、はい、通勤の足として使ってますので、はい、まあ、自転車の乗り入れをしやすくするために、はい、階段ではなくてスロープを設定しました。ということは中に自転車がしっかりとあるってことですね。楽しみにしてますね。じゃあ行きましょう。はい、今回当然自転車ってこともあるので、ドアだとバタンってなっちゃうんですけど、引き戸になってますね。まあこの木もですね、まあ4年ぐらい経ってんです、本当にいい感じで今、色がちょっとついてたかなって感じが。まあ、こういう木っていうのはだんだんグレーにこうなっていく形になってくるんで、まあそれも経年変化も楽しみなところだと思いますね。じゃあ、入っていきましょうかね。はい、入るとですね、土間がドーンとここのこだわりは何が、なんで土間をこう広げたいっていうのありましたかね。まあ、2つあって、まあ、先ほども言ったんですけど、自転車、はい、汚れた自転車を入れるっていうことを想定してて、はい、であと薪ストーブも、まあ、入れてますので、はいはい、まあ、その薪で汚れたり自転車の泥で汚れるっていうことを想定して、まあ、掃除のしやすさ、メンテナンスのしやすさと、まあ、あとは土間の空間でなんかいろんな遊びができるかなと思って、はいはい、広い土間をぜひ作りたいと思って、はい、お願いしました。これね、広い土間があって、ここからリビングに行けるこう普通に冷気上がれるのもあるし、ここはまあ通常の玄関としてのここからこう上がると。でもう一つですね、先ほど自転車だったので、こちらちょっと行きましょうかね。あの自転車屋さんみたいな感じでたくさんありますけど、ここに1台、2台、3台、4台、これどういう使い分けされてる。これ通勤用ですか。そうですね、通勤用ですね。これが通勤用の、まあ、ロードバイクに近いような形で、うんうん、であとはこれが山がもうここから5分10分で行けるところにあるので、まあ、そこで遊ぶためのマウンテンバイクですね。でこれはもう一台シクロクロスバイクっていうジャンルなんですけど、はい、ちょっと僕そのシクロクロスレースっていうのもやってた時があったので、まあ、その競技の時に速くなりたいなっていうことでこの自転車を組みましたね、はい、でこれは妻の奥様の自転車、はい、一緒に自転車を楽しみたいなっていうことで同じようなニュアンスの自転車を選択して、はい、ここに並べて、はい、なんかすごく土間があって自転車があってですね、すごくいい感じになってますよね。でこっからですね、こう振り返った向こうを見るとですね、もうなんともこの家のメインのなるですね、この眺望の良さというね、もうこの景色はもう素晴らしい。まあこれがあるからこの土地は変わる、ね、そうですね、と言ってもそうじゃないぐらいこの景色に気に入ってますね。じゃあちょっとじゃあ会っていきましょうかね、はい、まあ、基本ここにリビング、ダイニング、キッチンっていう形で、こちらからそのキッチンとダイニングの方がもう外にバーンと抜けるようになってますね、うん、でやっぱりこうまず明るいっていうことと景色がいいっていうことと、
我が店舗の実は扉をですね全開放できるんですよ。どうもこれだけズボンと抜けるとカーテンしないということですね。まあ、寝る前にするぐらいでほとんどカーテンをしないぐらい窓を開けて暮らしていく。これもポイント何かと言いますと、ほとんどまあカーテンを閉めながら暮らしているお宅もあるんですけど、でもそういうことを考えていくといいのかなと思いますね。デッキがあってですね、ちゃんと特等席の、ね、あの椅子があって台があってですね、なんか本当にもう楽しそうな空間になりますよね。ちょっと出てみましょうかね。これそのまま行きましょう。あ、どうぞ、はい、そのままで、はい、はい、行ってみましょう。でこのデッキの手製の高さもいろいろこう高い低いってあるんですよ。ちょうどいい高さで、まあ、ちょっとこう腰掛けられるぐらいの高さになっていますので、非常に圧迫もない感じでいいと思いますね。よくここでバーベキューとかどうやって。そうですね、バーベキューもありますし、中で作ったのをここで食べたりしょっちゅうしてます。こっちはですね、あの県の所有地ですね。そうです。だからもう家は建たないという場所で、本当にこの空間をやっぱ楽しみにされてるでしょうね。だから家を建てるときに、どこが一番こう抜けててですね、一番そこの土地に対する価値を、見出すのかってとても大事かなと思うんですね。特にこう掃き出しがあったときにはもうこう大開口できるのがいいと思います。今こうぐるっと回る、ケイさんにもぐるっと回ってるんですよ。ぐるっと回れるようになってます。こっちもですね、大きな窓がこうつながっていくという感じになりますね。で非常になんか明るくて、ここで食事してもものすごく気持ちよさそうな、場所になっています。でそこにあのカウンターがあるので、あそこで、ちょっとあの、ね、仕事やってもいいし、なんか調べてもいいような場所で。特にここはどんな形で使われてるんですか。そうですね、最初想定してたのは、まあ、ここで社長がおっしゃったようにここで作業したり、うん、なんかそうですね、パソコンいじったりとか想定してたんですけど、今はちょっと物置きカバンをまず借りておいたりっていう感じで使ってて、まあ、でも置き場所があるのは非常にいいかなっていうふうに思ってます ね。あと本棚もあるの で、まあ、ここでそのうちお子さんがここで勉強する可能性高いですよね。それも想定してます。ですよね、はい、なるべくリビングで勉強してほしいなと思って、はい。でやっぱりこの空間に合うね、この無垢の一枚板のテーブルが綺麗にありますね。でここも結構キッチンのこのアイランドもでかくてですね、本当にこう収納たっぷりっていう感じになってます。で奥の方にはいろんなものがこう整理されてて、非常になんかシンプルで、おひまみがこうありますけど、多分こうやってゴリゴリしながらですね飲んでらっしゃるんですよね。そうですね、はい、大好きです。仮動線としてもここに奥様が立ついつも場所で、正面に窓があって、ちょっと目を向けるとこっち側に見えるようになるっていう、だからこの立つことがすごく気持ちいいっていうね、そういうこともすごく大事になってますね。ここはどうやって使われてるのか一言いただいてもいいですか。結構ここはいろいろ置けるので、こっちで料理して作ったりとかも、はい、あとなんかたまに娘がここで食べたがるので、はい、これ食べてこっち見ながらここで食べたりとかもします。ここで食べてるんですね。あ、ここでこの店ですね。ここに座って食べたり、もう今からカフェ気分はこう体感した時すごいですね。本当にコーヒーが好きっていうのが分かりますね。この使い方はどうですか、実際使われてて使い方いいですか。あ、すごいですね。こっち側で私が料理して君を向こうで、はいはい、いや手立てくれるのか。このガラスとかはあんまり汚れたりしてあんまりしないですか。あ、そうですね、もうやっぱないと困るなっていうのはすごいと思います、うん、油汚れが結構すごいので、うん、なるほど、つけてよかったな。これだとこう拭けばいいですね。あ、そうですね、あんまり気にならないので、はい。はい、今歩いてます。延長敷地の通路のところに少し、サイクルポート、ちょっとした自転車を置けるような空間があります、はい、そしてですね、
ここから曲がってですね、玄関の方に行きます。はい、こちら通路として今歩いていきます。円式の場合っていうのはこの通路部分に対して両サイドに植栽をちゃんと設けてですね、このアプローチをちゃんと考えていくといいと思います。そしてここでステップ、まあ、これ鉄平石っていう石なんですけどもね、こういう、土間で張ったりするのもあるんだけど、石をポンと置くのもいいのかもしれません。そしてこちらの方が、玄関ポーチになります。屋根がですね、もう結構大きく取ってあってですね、軒も深いので、雨が降ってもここで家族が全員その雨に濡れないで、出かける、準備ができると思います。急な雨降ってもパッとこちらに来れば雨が当たらないスペースになりますので、こういうスペースがあると仮に自転車を置いてもいいし、ベビーカーを置いてもいいしっていう形になりますね。で、コスモホームで定番に使ってます、木製玄関ドア、これ断熱性能が とても高い、玄関ドアになります。で、もう定番になりました、船舶ですね、船舶照明ですね、こういうものが、今ついてますね。それでは中ご案内させていただきます。はい、今、玄関から正面に和室、そしてリビングダイニングキッチンの方に来ました。で、入ったところの正面が綺麗な大きな窓になってますので、すごく明るく開放感があります。そしてこちらがですねキッチンになります。でキッチンも、作業台があってですね、リビングの方を見ながらいろんな会話とか作業できるようになってます。先ほど、こちらの方からですね、玄関からこちらへこう通路がありますので、こういうつながりがあると非常に便利かなと思います。そしてこちらから、キッチンですね、キッチンで、ダイニング、ダイニングから階段があって2階に行く、ちょうどこの場所に階段があると、通路兼階段なのですごくここの空間広く感じます。そしてこちらの方に来ていただきまして、先ほど、玄関から入った和室ってありましたけども、和室の方につながる入り口になります。開いていますね。はい、このように和室でパッと、南から北へ抜ける空間と明るさ、当然風通しも良くなります。そして、ここにはちょっとした書斎コーナーがありまして、こちらがリビングになります。ここまでが約 8メーター角ぐらいの大きさになりまして、約20坪の空間になります。そして今回この部分だけ少し1階を広げてましてですね、薪ストーブを設置しています。はい、このようにするとここがすごく広く感じますので、よくゆったりすることもありますし、また風も光も入ってきてとても明るいようになります。でこの上が今吹き抜けになってますので、上からの光も差し込んできますので、全然暗さはないですし、またこういう、照明器具も踏まえてですね、空間がすごく豊かになってくると思います。はい、今キッチンの方から来ました。やっぱりこう、ダイニング、リビング、そして薪ストーブってあるんですけど、まあパーッと、まあ、外に向けてこう広がるっていうのもありますし、ここからデッキに出るっていうのもありますよね。で階段の方もここでこうつながっていくので、例えば上からこう降りてきた時にスッと、お子さんなんかと話もできるんではないかなと思います。でやっぱり今回のこの建物の特徴っていうのは、まあ、大開口サッシになりますので、特に、こうフィックスの窓があるんですけど、食卓の近くに明るく広々として外とつながりある空間、そして今回は引き込みですね、引き込みのサッシがありますから外にパーッと抜ける空間ですね。まあ、外にデッキと椅子が置いてありますので、こう出てですね、こう座っていただくような感じもいいのかなと思います。はい、それぐらいやっぱり、建物と外のつながりがとても大事になります。こういう大きなサッシを使うことによって、建物の中と外のつながりがすごく良くなってきまして、その先に必ず植栽があって、もうすぐ春になりますので新緑豊かな空間になると思います。